こんにちは、ケイドラです。今日は現状入手不可2020最強運極コラボキャラ10選をやっていこうと思います。今回の動画としましては、今年登場した入手方法その他のコラボキャラで優秀なキャラたちを紹介していこうと思います。ただドラえもんに関しては毎年来るっていうところだったり、今年復刻があったんで、まあ来年も多分復刻あるであろうということで、今回はあえて対象には入れませんでした。まあキャラ紹介していくんですけども、最強ランキングではないので、最新のキャラから順番に紹介していこうかなと思ってます。まあ今年はね、本当にコラボが多くて、まあガチャゲンもね、強いキャラ増えてるんですけども、まあ降臨キャラもなかなか負けてないぞっていうところが多かったので、簡単に言えば運極にしておいてよかったなっていうキャラたちを紹介していこうと思います。まず1体目、7つの大罪からメリオダス&エリザベス。まあこのキャラはマイスイエムアンチウィンドウアンチ魔法陣の貫通のキャラなんですけども、まあステータスがね本当に降臨キャラじゃないなっていう感じなのと、まあゲージがないっていうところだったり友情コンボも強いんで、まあ全体的に高スペックのキャラですね。今すぐどっかでドハマりするっていうアビリティの組み合わせではないんですけども、最近結構ね魔法陣の高難易度クエスト増えてきてますので、まあその辺に関してもアリアとも被ってるっていう点を見ると、まあ今後ハマる可能性は全然あるんじゃないかなと思ってます。まあ、SS の倍率も 1.35 倍ありまして、回復量も、まあ、味方に触れるごとに5000回復するんで、まあ、この回復量って意外と侮れないなと思ってます。まあ、最初ね、2500とか3000ぐらいかなっていう予想だったんですけども、5000はね、ちょっと予想以上に高いなっていう印象でございました。まあ、運枠としては本当に文句なしの性能で、まあ、運枠以上の活躍をしてくれるキャラって言ってもいいんじゃないかなと思ってます。最近は豪絶キャラに降臨キャラを食われてますけども、このキャラは SS にもね、回復がありますので、使い分け全然できるんじゃないかなと思っております。2体目、7つの大罪からエスタロッサでございます。アンチウィンドウ、獣キラー、M ゲージでアンチワープの貫通のキャラですね。はい。まあ、このキャラはキラーおまけ程度なんですけども、まあ、友情コンボがガチですね。これは、もう強すぎるんじゃないかなと思うんですけども、まだガシャゲンでも、6体とか、まあ、数少ないところの友情コンボなんですけども、それを持ってるキャラ、かつ、まあ、バランス型っていうところなんで、普通に威力も高いんですよね。まあ、弱点が出るクエストでは本当に効果力を出してくれるし、まあ、ボスに関しても弱点ほとんど持ってるんで、大ダメージを与えてくれます。ちょっとね、HP とスピードはそんなに高くないんですけども、攻撃力は十分もらってまして、SS も自強化の後に弱点必中の追撃を放ってくれるんで、これもなかなか優秀です。ただ、アンチウィンド、アンチワープっていうところなんで、そんなに汎用性高くないですし、まあ、種族が魔人っていう点もあるんで、そんなにね、味方の恩恵も受けにくいなと思ってます。ただ、ハマるクエストでは本当に強いんで、まあ、ラグナロクとかね、このキャラ4体で簡単にクリアすることもできるんじゃないかなと思います。次、3体目、ヒロアカコラボからエンデバーでございます。アンチダメージオール、アンチウィンド、ゲージで飛行、底力 M の反射のキャラですね。まあ、ステータスが元からね、もう本当にガチャゲンかって思うぐらい高いんですけども、まあ、その上に、底力 M もあるんで、発動すると攻撃力が2倍に変わります。友情コンボも調教ブレスと、まあ、トローキ君をね、モチーフになってるんですけども、まあ、普通に強いものもらってますし、全体的に高水準じゃないかなと思ってます。SS はね、自強化とかではないんですけども、ランダ後に敵の HP の 20% の割合攻撃を与えてくれますので、まあ、これも普通に優秀なので、まあ、難しいコンテンツだったり、まあ、ザラドゥとかもね、結構 HP が多いところなんですけども、強引に 20% 削ってくれるんで、非常に優秀かなと思っています。ちょっと話題になったのは、近畿17のワンパンとかですね。逆属性なんですけども、まあ、マガタマに打ってあげるとワンパンできますよっていうところもあったので、面白い使い方もできます。結構ね、光の冒険戦のアドリンとかもね、適性持ってない方からすると、なかなか強いキャラなんじゃないかなと思っています。次、ヒロアカコラボからゼントル&ラブラバ。性能アンチ魔法陣ゲージでアンチワープ SS ターンチャージの貫通のキャラですね。今すぐどっかで強いっていうキャラではないんですけども、まあ、SS ですね。もう書いてあることが全部強いんですけども、まあ、自強化プラス、触れた敵を触れるとスピードアップ状態にする、プラス、触れた壁すべてにスピードアップオールを貼ります。まあ、これが3ターン継続で結構長いし、まあ、とにかく加速するんですよね。なんでこの SS が本当にまあガチャゲンでもいないんで、強いところなんですけども、さらに貫通タイプで SS ターンチャージを持ってるんで、まあ普通に扱いやすい運枠かなと思ってます。デクと同じ光属性っていうところだったり、同じアビリティ持ってますので、まあ一緒に使ってあげるのが一番いいんじゃないかなと思ってます。
まあ、ハマるクエストが来たらとんでもないね、活躍するんじゃないかなというところなんですけども、SS が強すぎるがゆえに、接待はなかなか来ないんじゃないかなとは個人的には思ってます。5体目、ヒロアカコラボからオーバーホールでございます。アンチダメージオールドレイン、ゲージでアンチワープがジンキラーの反射のキャラですね。まあ、希少性の高い友情コンボ、状態上回復ブラストだったり、まあ、ドレインを持ってるんで、まあ、正直、このキャラは、もう運枠じゃないなと思ってます。もうガチャゲンの性能に近いなと思ってるんですけども、まあ、普通に近畿18の適性持ってない方からすると近畿18で強いですし、あと爆絶の呼吸突でもね、本当に運枠以上の仕事をしてくれるんで、このキャラ入れていればほとんど HP がね、減らないっていう感じになります。まあ、ステータスも非常に高い上に、まあ、アジンキラーちょっと忘れがちなんですけども、しっかり持ってますので、活躍するクエストは思ったよりあるかなっていう印象でございます。SS も自強化プラス追撃なんで普通に扱いやすいですね。6体目、SAO から友情&キートでございます。アンチダメージオール、アンチ減速壁、ゲージでアンチブロックの貫通のキャラですね。トリプルアンチっていう点だったり、まあ、あと貫通タイプでステータスも高くて非常に扱いやすいなと思ってます。しっかりね、3、4年前からやってる方からすると、まあ、英雄の書もね、このキャラにつけることができるんで、そこプラス英雄の証を使ってあげると、大きいワクワクの実2つ食えることができます。まあ、最近のクエストでね、ハマってるっていう感じだと思うんですけども、やっぱりアンチ減速壁の活躍が結構増えてるかなと思ってます。で、SS の自強化後にキリトが動き回るやつなんですけども、キリトが動く時の攻撃倍率は 1.6 倍なんですよ。これは、降臨キャラの中ではなかなか高いかなと思います。地雷の対応はないんですけども、マーチでも適性もらってるんで、まあ、割と最近ね、控えの冒険戦だったり、ゼルドレスでも使えたし、まあ、活躍の幅は大いに増えてるんじゃないかなと思ってます。7体目 SAO からバサコでございます。アジンキラー M、聖騎士キラー M、ゲージでアンチ重力バリア、アンチ魔法陣の貫通のキャラですね。まあ、貫通多いのはこうやって紹介してると、アジンキラー M を持ってるのが偉いなっていうところなんですけども、まあ、その上重力バリアと減速壁に対応できてるんで、まあ、意外と汎用性高いキャラかなと思います。特に実装当時結構難しかった未開の大地拠点11ですね。そこに関しても適性もらってまして、まあ、なんならアジンキラー M があるんで、ガチャゲンを超える火力を出してくれるんですよね。これがまた強くて、まあ、自身もアジン族なんで、ノストラダムスとも相性いいですし、過激恩恵受けやすいっていうところも、まあ、このキャラの魅力かなと思ってます。まあ、正直 SS に関してはそんなに強くないんですけども、キラーがしっかり乗るクエストでは本当に活躍してくれます。次、エヴァコラボからカオル&リリスでございます。シンクロアンチ重力バリア、カッコラック、プラスバイタルキラーと連撃キラーを持ってる貫通のキャラでございます。対応アビリティは重力バリアのみなんですけども、運極にしていると超 HB としてね、動けるんで、かなり活躍の幅は大きいかなと思います。しかも、バイタルキラーと連撃キラーっていうね、なかなか希少なキラーを持ってるんで、なんか強引にワンパンラインを乗せたりすることもできますし、SS もね、しっかり自強化もらってるんで、非常に扱いやすいかなと思います。で、味方をね、リジェネ状態にするものなんですけども、味方が2回行動する分までリジェネしてくれるんで、3体当たってあげると毎ターン6000回復することができます。ただやっぱりね、重力バリアのみだけっていうところなんで、まあ、なかなかハマりにくいんですけども、強力なキラーもらってるんでね、そこは評価できるんじゃないかなと思ってます。9体目、フェアリーテイルから光ゼルフでございます。リジェネ M、カッコラック、アンチ重力バリア、ゲージで超アンチワープカッコラックをもらってます。光属性の反射の中では、重力ワープって枠は本当に少ないですし、ステータスも普通に高いんで、まあ、その点は評価できるかなと思ってます。リジェネ M に関しても調べたんですけども、このキャラしかまだ実装がなくて、毎ターン3000回復できるんですよね。なんでこれは、まあ、2体とか入れてると毎ターン6000回復できるし、非常に大きな強みなんじゃないかなと思ってます。シンプルに接待待ちのキャラなんですけども、友情コンボも全敵毒メテをもらってますので、毒キラーのキャラとも相性いいですし、今後ね、ガツンとハマってくれるんじゃないかなと思ってます。10体目、フェアリーテイルからアクノロギアでございます。飛行超アンチウィンドドラゴンキラー、ゲージでアンチブロックダッシュドレインの貫通のキャラですね。アビリティを6個もらってまして、しっかり高難易度でも強い性能もらってるんで、アンチテージの運枠として使用した方も結構多いんじゃないかなと思ってます。超アンチウィンドも持ってまして、本当にね、パワー型とは思えない機動力になりまして、さらに SS もね、自強化プラス追撃だったり、ドレインも持ってるんで、非常に優秀な運枠かなと思ってます。まあそんな感じで見ていったんですけども、鬼滅のキャラたちは正直降臨キャラそんなに強くなかったですね。オーガストも強いんですけども、最近セレナーデがね、コピー枠としてはブイブイ言わしてるんで、今回は省きました。でもやっぱりコラボ多かったんで、強いキャラもなかなか多いなっていう印象ですね。まあこれは余談なんですけども、無課金の人だったり、キャラ持ちが少ない人は、まあ自陣でこういうね、コラボキャラの艦隊組めるように3体確保することをお勧めしています。
僕は配信者っていうことなんで、結構時事無課金の動画撮るから、絶対公認キャラは3体確保してるんですけども、まあこれはキャラ持ちが少ない人ほどやってほしいことなんで、運極なったからもういいわっていうんじゃなくて、できたら3体確保しておいてほしいなと思ってます。まあ、今回のキャラたちで個人的に一番推してるキャラは、このユージオ&キートですね。まあやっぱり英雄の章ね、つけれるっていうことだったり、あと普通に SS もめっちゃ強いんで、ちょっとしたガチャゲーみたいな感じで僕は捉えてるんですけども、ギミックの適性も多いですし、まあ、貫通っていうところもね、扱いやすいんで、まあ、今年出た中ではこのキャラが僕の中では一番評価しております。それプラス、まあ、キャラも好きっていうところもあるんですけども、しっかり映画のショーも好きであげようかなと考えております。はい、そんな感じで、よかったら皆さんの推しキャラもコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それでは、バイバイ。